小羽ちゃん、さっきのアイディアすっごく良かったよ。本当？ありがとう。でもあのアイディアが出せたのはみのりちゃんのおかげだよ。私だけだったら童話モチーフのお化け屋敷にするっていうアイディアは出てこなかったと思うから。モアモアジャンプの活動のおかげで企画力が鍛えられてるのかもね。そうかな。だったら嬉しいな。最初はバンドの練習の邪魔にならなければ出し物は何でもいいって思ってたけど、せっかく二人が企画考えてくれたんだし、少し気合い入れて頑張ろうかな。やった！それじゃあ明日の話し合いも頑張ろうね。みんなのおかげで、あんちゃんみたいに怖がりな人でも楽しんでもらえるお化け屋敷にできるかも。当日は4人で思いっきり楽しめるといいな。内容が決まったからすごくやる気出てるけど、全員バラバラのこと言ってるから学級委員長が大変そうだね。確かにいろいろやることがある分まとめるのも大変だろうね。なんかこの状況どこかで。そういえば、ホナミも合唱祭の時、クラスの意見がまとまらなくて大変だったって言ってたな。まあ、うちはホナミのところみたいに意見が真っ二つになってるってわけじゃないけど。ねえ、院長。まずは、必要なことを全部洗い出して、それから担当を決めていったらいいんじゃない？その方が意見も早くまとまりそうだしね。みんなも一斉にあれこれ言うと委員長が困るから、一人ずつ言ってあげたら。別に大したことしてないよ。普段は言い方きつすぎって言われることの方が多いけど、ま、それならよかった。中に役割分担ができてよかったね。でも志保ちゃんが迷路チームで、みのりちゃんが衣装チーム、私が宣伝チームだから。みんな別れちゃったね。3人ともそこそこ向いてるとこに収まった感じはするけどね。そうだね。担当は違うけど、それぞれチームで頑張ろう。というわけで、衣装制作を始めましょう。
紙のデザイン。あ、そうだ、お客さんにどう思ってほしいのかっていうところから考えてみるといいかも。うん、例えば子供にいっぱい来てほしいなら可愛くしてリボンをつけたり、本格的に怖がってほしいなら血のりをつけたりって感じ。お客さんのことを考えてからイメージしてみると良くなると思うんだ。いろんな人の受け売りだけど、確かに全員違う狼にしたら面白そうだね。あ、じゃあゾンビ狼とか。私ちょっとイメージ書いてみるね。迷路チームは木の絵を描いたベニヤ板で迷路の壁を作っていけばいいんだよね。一人三つね。分かった、それじゃあやっていこう。絵筆で葉っぱを一枚ずつ描いてと、ベニヤ板に絵を描くの案外楽しいな。でもなんか立体感が足りない。緑一色だとのっぺりするし。そっか、陰影をつければいけるかも。ここに影をつけていって、うん、いい感じ。うん、じゃあ窓の方に立てかけて。うわ、私のだけ妙にリアルで浮いてる。もう少しリアルさは抑えた方が良かった。お、ありがとう。でもこれちょっと浮いてない？わかった、塗りながら教えるよ。楽しそうだな。みのりちゃんとしほちゃんも頑張ってるし、私も宣伝用のチラシ作り頑張らないと。あ、私最近イベントでフライヤーを作ってるから、もしかしたら何か役に立てるかも。イベントの雰囲気に合う写真を撮って、あとはパソコンで加工してるよ。森、そういえば前にキャンプに行ったんだけど、その時撮った写真が使えるかも。確かスマホにもデータが。あった、この夜の森とかどうかな。ありがとう。じゃあこれを使おっか。でも他にも写真を使ったりフォントを変えたりして何パターンか作ってもいいかもね。これくらい大したことじゃないよ。でもみんなの役に立てて嬉しいな。
そうかな。それは。やっぱりみんながいてくれたからだろうな。